成城学園前駅は、東京都世田谷区成城6丁目にある、小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は、O14。開業前に、財団法人成城学園が移転し、その要請を受ける形で駅を設置したことから、成城学園前となった。島式ホーム2名4線が、地下、駅舎が、地上にある、地下駅。管区駅長所在であり、 成城学園前管区として、下北沢駅泉玉川駅間の各駅を、成城学園前、管区成城学園前管内として、千歳船橋駅泉玉川駅間の各駅を、管理している。2013年3月23日に、東北沢、下北沢、世田谷大田の3駅が地下化されるまでは、小田急電鉄の途中駅で、唯一の地下駅でもあった。 福々線区間のほぼ中間に位置し、当駅では終日緩急接続が実施される。木沼地域を代表する駅で北見駅寄りに車両基地があり、当駅から出入湖線がつながっている。そのためあたり駅始発や終点の駅になる列車がある。2018年3月実施のダイヤ改正で、当駅発着の列車が増加した。主に、 千代田線直通の列車が多く、新宿や相模大の小田原方向への発着も設定されている。特急ロマンスカーは、千代田線直通の一部列車が停車するが、新宿駅発着列車はすべて停車しない。2019年3月16日改正以降、6両編成単独の各駅停車は当駅から小田原駅方面の列車のみの運用となり、 新宿駅への6両編成の入線は消滅し、10両編成が乗り入れる。東京メトロ千代田線16000系一本の外泊運用がある。下りの東北沢上り都間、上りの向こうが丘遊園東、北沢間の急行線、観光線は原則として以下の通り使い分けられている。駅入り口から改札口までは段差がない。改札外と、 各ホーム階は段差があるため、これを連絡する上下のエスカレーターとエレベーターが各ホームに1機ずつ設置されている。各ホームに階段は2箇所ある。待合室は各ホームに1室ずつある。ユニバーサルデザインで車椅子使用者や人工排泄機保有者が使用可能な多目的トイレが3箇所ある。ベビーベッドなども設置されている。 駅名表は2016年7月に LED 照明付きのものに交換された。なお、それと同時に駅構内の案内表示類がすべて新しい仕様のものに変更、統一され、駅名表も含め日本語とハングルを呼び中国語兵器のものとなった。2020年度の1日平均乗降辞任は58,614人で小田急線。 全70駅中14位。この数値は、世田谷区にある乗り換えのない単独駅の中では最も多い数値で、小田急線内の単独駅でも本厚木駅に次いで2番目に多い。開業以来の1日平均乗降乗車辞任の推移は、下表の通り。成城コルティあたり駅の周辺、特に、北口側の成城5丁目。 道六丁目あたりは高級住宅街が広がっている。また、成城学園を中心とした学園都市であり、平日と土曜の朝方は、周辺の学校に通学する学生、生徒や通勤者で混雑が激しい。成城六丁目には、成城石井の本店が位置している。駅ビルの成城コルティは2006年9月29日に営業を開始した。南口に、 成城学園前駅南口、西口に、成城学園前駅西口停留所がある。過去に北口に、成城学園前駅北口停留所があったが西口、広場整備工事により西口へと移動になった。成城学園前駅、南口バス乗り場小田急バス、東急バスの路線が発着する。工事前の駅、西口バス乗り場小田急バスの路線が発着する。 南口発の渋24、玉07系統は、西口終着となっている。ありがとうございます。